伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられやしない。桐生、まだ錦山と会うまでは時間がある。遥もいろいろあってつらかっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。だが遥は傷が。傷は浅い。それにあの子にとっちゃ玉の遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。分かった、よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか。うん、もう全然平気だよ。伊達さんも玉がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか。本当なら医者に見せるところだ。きっとこんな経験したことのある子他にいないよね。ドラマのヒロインになったみたい。ずいぶん肝っ玉が座ってんな。まあ、あまり無茶するんじゃねえぞ。了解。桐生さん、お暇なんですか。まあな。じゃあ面白い場所がありますね。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。どうしたの。行こう。はるかは携帯電話持ってるのか。持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。文通でもしてるのか。やだおじさん、メールも知らないの。さすがに遅れすぎ。メールって手紙のことじゃねえのか。どうしたの。ご紹介を。あら、お兄さん何か聞きたそうな顔してるわね。ああ、あいつから聞いたのね。ちょっと待ってなね。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら。はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。手の込んだものを作るやつがいたもんだ。いらっしゃいませ。勝負。国の藩。お客さん、子連れかい。社会勉強さ。迷惑か。別に、ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。ちょ一斉のいい子だ。ちょ
入ります。さあ、はったはった。ハンだろ。これは、蝶。長藩駒揃いました。勝負、ピンゾロの長。やるね。入ります。さあ、はったはった。何だろう。長、これは長藩駒揃いました。勝負、二ゾロの長。よし、やるね。入ります。さあ、はったはった。王者ね。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、思想のハン。やるね。入ります。さあ、はったはった。何だろう。これは、長。長藩駒揃いました。勝負、四六の長。よし、やるね。おっしゃ、入ります。さあ、はったはった。長じゃね。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、五六の藩。やるな。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ。いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあ、はったはった。ハンだろ。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、二六の長。残念だったね。お座りいただきましょうか、お客さん。まっ、うだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ、なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけやがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。はあ。
勘弁してくれ。サマーやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。